て特撮チャンネル。どうも、ぬえててです。どうも、ぬえやんだぜ。最近のキングオージャー、終わり30秒くらいで次回への興味を引っ張っていくよねっていう動画。今回で五道家の一人かつ神の怒りの犯人、グローディを登場させたかと思ったら最後の最後でジェラミーの母親登場させるんだもんな。というか、グローディ、メイクのせいで一瞬わからなかったんですが、天野さんだったのとてもびっくりしました。いや今回本当情報量多かったよな。まず OP で、ジェラミーの犠牲で地球の窮地を救ったことを、褒めてくれても、いいんだよ。って視聴者に自分からアピールするジェラミーが良かったです。偉かったぜジェラミー。本編でも言ってましたが、昔と違って心配してくれる友人もいるからまだマシなんでしょうね。そんなジェラミーを見て、僕が生きてるうちに人とバグナラクが再び共存できる世界にしようって決意を新たにするギラ、怒ったよな。王がわざわざ極寒まで出向いて様子を見に来てますからね、友情が感じられます。友情といえば、姫野とリタのアフタヌーンティーもそうだったよな。姫野はすごい親しい間柄の人しかアフタヌーンティーに誘わないということは、もう親友扱いなんですよね。極寒は中立だからって断ろうとしたリタを、かなり強引に誘ったからな。そしてティーパーティー中、姫野はリタの右目のことを聞きますが、カーラスから目のことを話してはならないと言われていたため口をつぐんでしまいます。何かしら事情があることを察した姫野は謝って、逆に何か質問はない？って聞いてきたけど、まさかモッくんの転売対策について聞くとはな。この回唯一のギャグと見せかけて、ターセルスミルーリタダパーゴの伏線を張っていましたね。たとえ自分が地獄に落ちても、必ず相手を地獄に落とすというイシャバーナの慣用句だけど、なかなか物騒な慣用句あるなイシャバーナ。そんなイシャバーナに霊気を撒き散らしながらカーラスが登場、街を凍らせながらヨタヨタと歩いてきました。話が前後するけど、この時のカーラスは本能だけで動く死体だったから、多分イシャバーナに輸送されたグロービを追って封印するために動いてたんだろうな。リタは身を挺してカーラスを止めたことで町の被害は収まりましたが、姫野は事情の説明を求めます。国を侵略されたんだから聞く権利はあるよな。ここで明かされるリタの右目の秘密、それは法で裁けない犯罪者が出た場合、その身を犠牲に相手もろとも氷漬けにして封印する秘術の証でした。その秘術を使ったカーラスがなぜ今イシャバーナに来たのかってことを本人に聞こうとしたけど、実は4、5、2、3日経ってて、すでに死んでたんだよな。そこにギラとジェラミーによって運び込まれた、極寒で遭難してた男の顔を見た姫野の顔が表現し、城から全員撤退するように指示します。状況的にサナギムを使うわけにはいかないから仕方ないけど、大二人がかりで身元不明な生き倒れをイシャバーナに連れてくるって腰軽すぎるよな。その男こそ神の怒りの犯人、グローディであり、姫野は剣を向け神の怒りを起こした真相、両親を殺した動機を問いただしました。でも理由は生き物が生きてて騒がしいからっていう、理由なのか何なのかよくわからない理由だったよな。あと、両親を殺した時になぜスコピの毒を使ったのかとか、その辺の理由は不明のままなんですよね。まあ、とにかくやべえやつってことは伝わってきたな。さらに彼は最後の五道家の一人だったことも明かされ、亀ジムは彼を復活させるためにシロンを生かしていたんですよね。カーラスが封印してる場所を見つけたシロン、亀ジムに殺されてたな。あと、ダグデドは五道家なのに一人足りないことをすっかり忘れてたみたいでしたね。あれ？みたいな感じだったな。ですがあの亀ジムが復活させるために動いていただけあって、グローディの力は特別であり、なんと死者を蘇らせることができるというものでした。その上本人は不死身だしな。まあ、あくまで死者を蘇らせるだけで、その行動までは操れないみたいですがそれでもすごいですよね。本人曰く脳が腐ってしまうせいか、本能でしか動かなくなるって言ってたな。そのせいで死体のサナギムに撃たれて倒れましたが、その不死性ですぐ目を覚ましました。死体が好きなのに死に嫌われている、やべえやつだぜ。そして彼は死体のセミシュゴッドを操り、再び神の怒りを再現し始めます。昔の神の怒りのセミシュゴッドも、バグナラクの地下にあったあの死骸たちを使ってやってたのかな。
グロービが蘇らせると目が渦巻きになり、神の怒りの時のセミシュゴッドもそうだったのでまず間違いないかと。グロービを倒せば神の怒りは収まるけど、不死だから倒せない。ってことは昔の神の怒りはカーラスが封印するまで続いたのかな？今回もリタが氷の秘術でグロービを封印して、それで神の怒りを止めようとしてたのでおそらくそうなんでしょうね。ここでリタがターセルス・ミルーリタがパーゴの覚悟で秘術を発動させましたが、姫野が必死に止めたことで術は解除されました。ここ感動のシーンだよな。自国を守るためにはそのまま傍観してればいいけど、友達まであいつに奪われたくないっていう姫野のわがままが良かったぜ。姫野の幻影が木粉になってたってことは、リタも姫野にだいぶ心を許してるってことだと思いますね。と。ここで急にジェラミーの母が乱入し、グロービとジェラミー以外の王様を殴って、ジェラミーを抱きしめました。母様を助けてって言って今回の話は終わるけど、これってグロービの術で蘇ったのかな？それにしては意識がはっきりしてるけど、目がどこなのかわからないので、術で蘇ったかはわかりませんが、多分助けっていうのは殺してってことなんだと思いますね。母親としての本能で動いてるのかな？次回予告を見る限り、最後に巨大化してゴッドキングオージャーと対峙してましたから、ダグデドの契約か何かでしょうかね。さて今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。XTwitter のフォローもぜひ。皆様のご声援が励みになります。それでは、また次回。